なんか女子校5年目です。ベテランチさんは女子校に関する偏見ありますかはいはいはい。え、これガチの俺の女子校に関する偏見言っていいガチでめちゃくちゃ先生が卒業後の女子と付き合ったりしてクソキモいけど女子校上がりのやつはそれをキモいと思ってないから普通に 私の何々の時の先生生徒と結婚したんだよねみたいな話してきてえキモって思うけどあでも女子校の間では先生とか結構そのカースト高いからキモいとか言ったらあかんからやめとこうってなりがちこれあるわなこれだからその結婚するっていうのがあるあるなんじゃなくて結婚することをたたく雰囲気がもう全くないっていうそのだから変な宗教入ってる人みたいなよう、ね、なだから 普通になんか、なんか、先生が、みたいな。で、なんやったらそういう先生がなんかちょっとかっこいい、みたいな。無双しがちっていう。腹立つ。俺も行こうかな。俺も女子校で教しようかな、YouTube。YouTube 概論。<laughs> 最初の授業で言うわ。もうやめときなさい。人数が多すぎて、もう伸びるチャンスが少なすぎるので、やめときなさい。